こんにちは。オイラのところに遊びに来てくれてありがとさんだにゃー。本日は状況は人それぞれ、家庭であったり恋愛であったり仕事であったり、お前さんが思うとんでもねえやつがどんな因果応報的制裁天罰を食らうのかっていうのをタロットカードのヘキサグラムスプレッドで占ってみたにゃー。駅の方ではお前さんにアドバイスや運気的なものも出してあるにゃー。動画の最後にはオイラの実写版おまけ猫動画もあるので見てくれると嬉しいにゃー。一応規約に反するといけにゃいので、使用するカードの紹介をサクッとしておくからにゃー。まずこちら、選択肢に使うぬいぐるみは2020年マクドナルドのハッピーセット。おまけだから座りがとっても悪いんだにゃん。まず A はトラ、使うタロットはザ・タラット、ネズ中のカード。 B は怠け者、使うタロットはザ・ラビットタロット、ウサコウサ。 C はパンダ、使うタロットは鳥タロット。全部猫の餌食になりそうなカードで統一してみたんだにゃん。そしてルノルマンカードの方からはこちらのオーバルルノルマン、画面下か画面横のタイムスタンプにジャンプして進んでくれよ。準備はいいかにゃん。では行ってみよう。ではこちら A のトラ、もしくはネズ中のザ・タラットを選ばれた人、 A を選んだ人のとんでもねえやつっていうのは、おそらく家庭における旦那のことが一番しっくり読み取れるんだにゃん。家庭としては浮気旦那、仕事として読むと相手はマウント勝手にやろうっていう感じなんだにゃん。いずれにしても最終的には因果応報、足を踏み外すようなことになるんじゃないかにゃん。タロットとルノルマンは相手主軸のヘキサグラムスプレッドで約3ヶ月をめどに出してあるんだにゃん。まず相手の過去、運命の輪の逆位置とユリが出たんだにゃん。まあユリって男女関係を示したりとか、まあ浮気相手っていうのを示したりとかもするんだけれども、年配者っていうのも示したりとかするんだにゃん。相手から見て年配者だから、仕事で見るとまあ上司とかそんな感じなんだにゃん。なんかついてないような状況が訪れたっていうか、全ては空回り急下降っていう感じなんだにゃ。それが男女関係によるものなのか、お仕事によるものなのかっていう感じなんだけれども、現在は死神の正位置と星が出ているんだにゃ。まあこれ正反対みたいなカードなんだけれども、もうジ・エンドっていう感じなんだにゃ。まあこれは過去から現在に至る流れで何かあったとは思うんだけれども、それが浮気相手との関係なのか、まあ星っていうのは希望とか夢とか成功みたいなのを表したりとかするので、それが破れたりみたいな、なんかそんなような状況なんだにゃ。で近未来約 1.5 ヶ月先ぐらいなんだけれども、ソードの7の逆位置とルノルマンの方は十字架が出てるんだにゃ。十字架って重荷とか心の疲れだったりとかするんだけれども、ソードの7の逆は警戒心はめちゃめちゃすごいんだけれども、ピンチを回避しながら進むっていうか、一旦はこの現在の心の疲れが取れるっていうような感じがうかがえるんだにゃ。そしてこの人の欠点なんだけれども、とんでもねえやつの欠点だにゃ。それがワンドのクイーンの逆位置とクマが出てるんだにゃ。でもワンドのクイーンってもしかするとお前さんのことなのかにゃって思うんだけれども、まあ嫉妬しがちだったりとか誤解しがちだったりとか、まあ、そういうものを表したりとかもするんだにゃ。でまあそれ、これが本人として読むんだったら冷静さみたいなものも失いがちで、暴走もしやすいっていうようなところが欠点だったりとか、自己中、頑固、心に余裕なしみたいな、そんな感じなんだにゃ。でクマは上司のことであったりとか、まあ、権力がある人のことを示すので、まあ、これがお前さんのことだったらお前さんがこの人にとっての重荷だったりとか、まあそうじゃなかったら上司とか、権力がある人が重荷だったりとか、
まあ、それがこの人にとっての欠点なのか、人として見るなら、うん、この人自身が自己中なのかって感じなんだよ。この人の気持ち何考えてるのかっていうと、ソードの4の聖地と山が出てるんだにゃ。もう一人になりたい、寝たい、休みたい、もう勝手なにゃろうなんだにゃ。で、山は困難な状況下にいるっていうことが考えられるので、もうそういう風に現実逃避になっちゃってるんだにゃ。で、お前さんはどうなのかっていうと、ペンタクルの10の逆位置と子供が出てるんだにゃ。もうこれ以上続けられない、今の状況を重荷に感じている、もうネガティブ思考に陥っているっていうのがまんま現れてるんだにゃ。で、もしかすると家のことであったりとか、まあここに子供が出てるから子供のことが気になってそうなっちゃったりとか、まあ金銭不安があったりとか、そんなような状況にいると思うんだにゃ。で、最終的にこの人どうなるのかっていうと、強行の逆位置とルノルマンは塔が出ているんだにゃ。塔って法律とかルールとか、まあ、会社を示したりとかもするんだけれども、強行が逆位置に出るとアンモラルとか偽善的っていうような意味があって、おそらくこの人は一旦近未来にちょっと回避するような状況が訪れそうなんだけれども、良識を失って道を踏み外すかもしれないっていうか、法を破るようなことをするかもしれないっていうか、不信感は抱かれやすいまま信用をなくしそうなんだにゃ。よって裏切るっていうことはそれなりの代償を伴うよっていうことなんだけれども、お前さんには駅の方でソンイフの条項が出たんだにゃ。これは風の上に風があるという系で、一言で言い表すと動揺っていう意味合いがあるんだにゃ。上も下も風なので、従うとか服するとか動揺するっていう意味があって、風のように具体性がなくって突然の変化に対処の仕方がわからなくなっている状態でもあるんだにゃ。自分の心理面でも戸惑いや自信喪失、疑惑、弱気になってきているんじゃないのかにゃ。こういう時は目上の人とか信頼できる人に従ったりついていったりすることが吉なんだけれども、まあ要は仕事に関しては上司に対しては従順な態度が吉なんだにゃ。まあムカつくかもしれないんだけれども、で、もし周囲との意見の相違が生じた時には、今はあえて論争などはしずに相手に一歩譲っておいた方がいいんだってにゃ。不要な争いを持たないことでお前さんの仕事運は上昇するよって駅の神様が言ってるにゃ。新規に何かを始めるよりも元からのものを強化したり見直したりする方がいいってにゃ。そして夫婦の場合はカップルだったりとか、波風が立ちやすい時期なんだにゃ。異性から誘惑される可能性もあるので気をつけましょうって神様が言ってるにゃ。だからこの辺は異性かもしれないにゃ。で、まあ要は足元が不安定なためにいろんなことが変わりやすい時なんだってにゃ。想定外のことも起こるかもしれないんだけれども、迷いが生じて動揺もしやすいかもしれないってにゃ。冷静に動向を見据えながら良識ある人に協力を求めることが解決の糸口となるんだってにゃ。多くの人の意見を聞きすぎてしまって余計にわけわかんなくなることもありそうなので、どの意見を取り入れるかがポイントとなりそうなんだにゃ。従順な態度が大切ではあるんだけれども、場合によっては断固とした態度が必要な時もあるんだてにゃ。状況に応じてうまく立ち回ることができればいい運気ってなるって駅の神様が言ってるにゃ。前さんの場合条項が出ているので、欲を持たずに現状維持に努めた方がいいっていう運気なんだてにゃ。はい、以上が A の人のリーディングだったにゃ。はい、ではこちら B の怠け者、もしくはこちらのザ・ラビット・タロットを選ばれた人、 B を選んだ人のとんでもねえやつっていうのは、自分の立場にあぐらをかいてパワハラ、モラハラ、マウントにあろうなんじゃねえのかにゃって思ったにゃ。もう勢ぞろいって感じなんだにゃ。恋愛家庭要素が強いんだけれども腹の立つカードが多いんだにゃ。
お前さんが関係を続けたい場合はかなりの苦労が生じそうな感じなんだにゃ。個人的には終わらせた方がいいと思うんだけれども、おそらくこいつから身を引くような展開になると思うんだにゃ。仕事ならどこかに飛ばされる、なんかそんな感じなんだにゃ。タロットカードルノルマンカードは相手主軸のヘキサグラムスプレッドで展開してあるにゃ。まずそいつの過去なんだけれども、エンペラーの逆位置と犬が出てるんだにゃ。もうなんか暴君でワンマンな男っていうか、人の意見も聞かないし、まあ経営者で出てきたりとかもするようなカードだったりするんだにゃ。あとはまあ一家の大黒柱とか、そして犬、まあ信用とか信頼とか、まあ、そんなような感じなんだけれども、まあセットでこれが出ているっていうことはもう信頼がないみたいな、そんな感じだと思うんだにゃ。そして現在なんだけれども、ソードの4の聖地と紳士が出ているんだにゃ。もうそいつそのものだと思うんだけれども、紳士のカードはソードの4、お前さんと距離を置いていたりとか、一人になりたいという勝手な男、休んでいたり疲れているっていう可能性もあるのかもしれないんだけれども、タヌキ寝入りして LINE は無視、返事は無視、最低って感じなんだにゃ。近未来なんだけれども、約 1.5 ヶ月ぐらい先、カップの3の逆位置と鍵が出ているんだにゃ。もう今もそんなんなんだけれども、どんどん怠惰になる。もう成果はどうであれ、仲間と集まっちゃウェイ乾杯とか、まあ、浮気の可能性っていうのも出てきそうな感じなんだにゃ。鍵はどんどんそのやつの姿が明るみになるっていうか、お前さんのそのとんでもねえにゃろうの行動が何かしらの決定打になると思うんだにゃ。で、相手の欠点はソードのクイーンの逆位置と本が出ているんだにゃ。まあ本って閉じられている本、開いている本でちょっと意味合いが変わってくるんだけれども、この場合秘密の要素が多いかにゃって思うんだけれども、このソードのクイーンお前さんのことかにゃって思うんだにゃ。お前さんに秘密があるとか、お前さんを怖がっているっていうような可能性あるかもしれないにゃ。だけどまあ相手の欠点として読むんで、まあ批判ばっかりですげえヒステリーで心が折れそうになるような言葉を吐く、過去からそうなんだけれども、攻撃的でまず褒めない嫌なやつ、まるでおつぼねかしゅうとめかっていうぐらいの勢いだと思うんだにゃ。まあでも本が出ているってことは知恵はあって賢い、まあそれを変な風に使うって感じだにゃ。お前さんはどうなのかっていうと、ソードの7の聖域と棺が出ているんだにゃ。もう終わりにしたいって思ってるんじゃないのかにゃ。ソードの7は危ない橋を渡っているカードでもあり、ヌスッとカードとも言われるんだけれども、お前さん自身心に何か引っかかっていることがあるとか、悪事を働いたような自覚があるっていう可能性もあるんだけれども、反対に相手に何かを盗まれたりとか寝取られるとか、まあ、そういうふうにも読めるんで、まあちょっと当てはめてもらいたいなと思うんだけれども、相手はどうなのかっていうと、カップの9の聖地と雲が出ているんだにゃ。カップの9なんてウィッシュカードなんだけれども、なぜか妙に満足している。でも雲が出ているからモヤモヤしていてすっきりしないっていう感じなんだにゃ。まあ金はあるかもねって感じがするにゃ。そして最終的にどうなるのかっていうと、こちらカップの8の聖地とハートが出ているんだにゃ。まあハート恋愛関係なのかにゃっていう感じもするんだけれども、まあ心にけじめをつけるとか、まあそういう感じにも読めるんだにゃ。でこのカップの8っていうのは過去を切り捨てて新たな道を歩むカードと言われていて、なんか相手からな感じがするんだけれども、まあ別れを決意して見切りをつけて身を引くっていうか、まあ、立ち去るっていうか、そういう感じにも見えるし、仕事で見ている人は思いっきり左遷とか移動とか転勤とか、なんかそんな感じになるんだけれども、もう過去に未練は残さないっていう感じなんだにゃ。天罰なのかよこれっていう感じがするんだけれども、お前さんにはこちら駅の方から宅風大火の4号というのが出たんだにゃ。これは風の上に沢があるという毛で、まあ一言で言うと過剰をっていう意味があるんだにゃ。
幕府大火の大火っていうのは大いに過ぎるという意味なんだけれども、やりすぎは良くないという気なんだにゃ。この気が出た時はお前さんは自分の身分相応以上のことをしようとしていないか注意してくれって神様が言ってるにゃ。実力とかやる気がある人ほど大きな荷を選んで潰れてしまうことがありがちなんだってにゃ。あと自信過剰にならないようにしてくれよって言ってるにゃ。自分では対応しきれないような大きな災難や問題がのしかかり苦労が絶えない時でもあるらしいにゃ。そして、仕事で見ているっていう人はオーバーワーク気味じゃないかねって言ってるんだにゃ。自分一人で抱え込みすぎないようにしてくれにゃ。一人で頑張ろうとするとお前さん自身が潰れてしまうか仕事そのものが失敗してしまいそうなんだってにゃ。遠慮せずに周囲に対して助けを求めてくれってにゃ。必ずお前さんの支援者が現れるはずだってにゃ。また仕事の転換期に来ているかもしれないって言ってるにゃ。カップル、夫婦の場合は感情の行き違いによる不和が生じやすいっていう時期なんだってにゃ。またお互いが我を出しすぎることで破局を迎える可能性もあるので注意をしてくれって言ってるにゃ。何か衝突があっても一方的に相手を責めてはいけないってにゃ。もしこれがお前さんだとするとちょっと一方的に責めがちなカードだからにゃ。もしも交際中の相手と年齢差、旦那ともそうなんだけれどもがあるような場合とか、環境、価値観、経済力に大きな違いがあると感じる場合には不釣り合いな縁のために長くは続かないってにゃ。何事に対してもいっぱいいっぱいの状態らしいので、自分自身でこなせる範囲内のことかどうかをよく考えてから行動してくれってにゃ。ここを乗り越えれば道が開けるって言ってるにゃ。問題解決のためにはかなりの努力が必要となりそうで、何かとストレスがたまるんだけれども耐えることが必要となってくるんだってにゃ。お前さんの場合この4項っていうのが出ているので、重大時に直面はしているんだけれども乗り切れるよっていう結果だったにゃ。はい、以上が B の人のリーディングだったにゃ。はい、ではこちら C のパンダもしくは鳥タロットを選ばれた人、 C を選んだ人のとんでもねえやつっていうのは勝手気ままなことをしてきたにもかかわらず今は反省しているような気配なんだにゃ。家庭や恋愛で見ている人なら改心して戻ってくるっていうような感じがするんだけれども、結果それを本人が望んでいないのか、また気持ちがすさんでいきそうな気配なんだにゃ。いわばそれが因果応報なんだけれども、仕事の場合で見ている人もことごとく落ちぶれていきそうな痛々しい結果となりそうだにゃ。タロットとロノルマンはヘキサグラムスプレッドで約3ヶ月をめどに相手主軸で出してあるんだにゃ。まず過去ソードの8の逆位置とロノルマンは手紙、もうこんなはずではなかった、なんかトラブルかアクシデントみたいなことがあったと思うんだにゃ。自分が悪いのに他人が悪いと思うふざけたにゃろうって感じだにゃ。手紙は何らかの連絡があったっていうか、そいつに知らされたことがあるっていうか、なんか伝えられてそういう風になっちまったって感じだにゃ。で現在はソードの7の逆位置と船が出ているんだにゃ。船って一応本人にとっては前進しているっていうような感じなんだけれども、とりあえず今は関係が改善しているっていうか、でも警戒心はすごいっていうか、自分に非があることは認めているっていうような感じなんだにゃ。反省してるって感じだにゃ。近未来はソードの6の逆位置が出ているんだにゃ。これ8、7、6と続いてめちゃめちゃシャッフルしたんだけれども続いて出てるんだにゃ。ソードがいっぱい出てるから結構病んでるっていう感じもするんだけれども、ゆくゆくはかつての苦境に逆戻りっていうか、もう泥沼で荒れ模様、恋愛とか家庭だったらよりを戻すんだけれども八方塞がり、
月は、まあ、感情的なものを示しているので、まあ、そんな感じのドロドロ的なっていうような状況だね。仕事で見ている人は、まあ、月って名誉とか名声とかも示すんだけれども、まあ、そういったものがかつてのこんなような状態に逆戻りしちゃうっていうか、そんな感じだと思うにゃ。で、相手の欠点なんだけれども、ペンタクルの8の逆位置と狩りが出ているんだにゃ。なんかいい加減なやつっていうか、手抜きしたり逆にしつこかったり虫がいいやつ、仕事だと怠け者っていうような感じで出ているんだにゃ。で、怒りは、まあ波乱を起こしたくないので落ち着きたい、まあ忍耐忍耐、そんな感じなんだにゃ。で、一方お前さんはどうなのかっていうと、ワンドの9の逆位置と百合のカードが出ているんだにゃ。まあうまくいかない、身動きが取れなくてがんじがらめ、守りに入りすぎて思うようにいかないって、そんな感じだにゃ。百合はまあなんて言うんだろう、年配の人とかを示したりとかするので、まあ、仕事で見ている人は上司であったりとか、あとはまあ恋愛家庭で見ているっていう人は、まあ、ユリは男女関係を示したりとかするので、相手の女とか愛人とか、まあ、そういったことが過去に露呈したんじゃないのかにゃって思ったにゃ。まあ、想定外の事態が起きて甘く見ていたっていうような感じがするんだにゃ。で、そのとんでもねえ野郎は何考えてるのかっていうと、ペンタクルの9の聖地とクローバーが出ているんだにゃ。なんかこれ相手の女っていうか、まあ、もしくはお前さんとしてみると、まあお前さんには愛されていると思っているっていうか、逆に他に誰かいるっていう風に見ると、なんかチャンス、クローバーは、期待している、ラッキーを期待している。過去になんか別れたのかなんか分かんないんだけれども、よりを戻したいと思っているっていうか、なんかそんなような感じなんだにゃ。まあお前さんにも許されたいとか、そして最終結果どうなるのかっていうと、ペンタクルの5の聖地と道が出ているんだにゃ。もうどんどん苦しい状況になっていくっていうか、もう人生諦めの身に入るっていうか、心の拠り所もないし金もないし、ないないないのないものだらけっていうような感じの展開なんだにゃ。で、道は黄色を示したりとかするので、お前さんもしくはもう一人の女なのかなんか分かんないんだけれども、もうどっちにしようとか、まあ、仕事で見ているとなんか黄色に立たされているとか、やめるやめないとか、なんかそんなような感じなんだにゃ。そしてお前さんに出た駅の方からは水卓説処方が出たんだにゃ。これは沢の上に水があるという系なんだにゃ。一言で言うと節制っていう意味があるんだけれども、水卓説の節っていうのは節約とか節制とか節度とか調節っていう意味があって、区切りだったり折り目だったり段落だったりけじめっていうような感じのニュアンスなんだにゃ。まあこの木が出る時には駅の神様が、お前さんはすでに何らかの理由で節度を失った状態や状況にないかねって聞いてるんだにゃ。自分の生き方であったり日常生活の中において心当たりがないかどうか思い起こしてほしいって言ってるんだにゃ。まあ節度っていうものには常識や道理を越した願望みたいなものはもちろんなんだけれども、食べ過ぎ飲み過ぎも当てはまるんだってにゃ。何事もけじめを忘れずに欲張らないでほどほどにすることが大切って言ってるにゃ。まあ、特に仕事で見ているっていうような人は、自分自身が現在持っている能力とか実力みたいなものを理解することが大切なんだってにゃ。自分の実力以上にレベルの高いことをしたとしても、ちょっと結果や成果は得られないって言ってるにゃ。そしてもしお前さんがリーダー的な立場なら、今は内部の充実や引き締めに力を入れた方がいいって言ってるにゃ。まあ部下で見ているとそんな感じなのかにゃ。そしてカップル
まあ、家庭であったり恋愛であったりっていう人は、親しき中にも礼儀ありという言葉を忘れずにいればうまくいくって言ってるにゃー。まあ要は人間関係は人を許すっていうことも大切だよっていうことだにゃ。ほい、以上が C の人のフィーリングだったにゃー。ほい、以上がとんでもねえやつに訪れる因果応報的天罰制裁だったにゃん。今後もこういった占いリーディングをちょくちょく更新する予定にゃので、よかったらチャンネル登録をよろしく頼むにゃん。この後俺らの実写版おまけ猫動画もあるので見てくれにゃー。